画面の前の皆様、こんにちは、ツボです。今回も、デッドバイデイライトをやっていきたいと思います。本日、2回目の、撮影させて投稿となります。よろしくお願いします。今回も、キラーでのプレイとなります。実は、前回の投稿の、トラッパーでのプレイ、その後に、トラッパーが、プレステージいたしました。それで、トラッパーの方が、アドオン、オファリング、パークの方をすべて、失ってしまったために、これから、キラーでのプレイは、トラッパーはしばらくお休みということで、よろしくお願いします。今回は、ドクターでいきたいと思います。今回、ドクターのパークはこちらのオーバーチャージ、一度稼働中の、発電機、修理中の発電機を一度、破壊行為、蹴りを食らわすと、次のスキルチェックが非常に難しくなる、パークですね。その次に、信号範囲を 22% 増加するパーク、そして信号範囲内の、サバイバーのスキルチェックの発生率、そしてスキルチェックの成功率、こちらが、大変難しい、スキルチェックの成功範囲が小さくなり、発生率が上がるというパークですね。そしてもう一つが、こちらでいきましょうか。野蛮な力、倒された板を壊すスピードが、15% 上昇します。では今回のアドオンは、こちら、1つ目は、食料法の範囲が 50% 増加します。そしてもう一つが、虹色のキング、食料法の、サバイバーの狂気の段階に応じた、サバイバーに起こる、障害の障害がランダムで、起こるようになります。私も何が起こるかありません。これを、ウルトラレーンのアドオンとなっております。これを使っていきたいと思います。オファリングの方は今回これでいきましょうか。血まみれのパーティーリボン、この街の全プレイヤー、キラーも、全サバイバーも、ブラッドポイントを 100% 追加取得する、キラーもサバイバーも大変嬉しいオファリングですね。ではこれをつけてやっていきたいと思います。はい、生存者が4人で揃いました。まず、クローデットが1人、そしてネアが1人、エグが1人、クローデットがもう1人ですね。クローデットは2人となります。はい、これでプレイしていきたいと思います。では、準備完了、やっていきましょう。はい、今回のオファリングは、生存者が月が明るくなるタイミング、そして経験値アップ、霧が、濃くなるオファリング、そして私の、生存者、そしてキラー両方の経験値アップのオファリングとなっております。はい、今回のステージはオートヘイブンレッカーズ。はい、ではやっていきましょう。はい、まずは治療モードで、サバイバーを探索していきます。まず治療を行っていきましょう。はい、
はい、クローデットに、まず一撃を当たりました。はい、ロッカーに入ったクローデットまず捕まりました。そしたらまずクローデットを吊るしていきます。そしたらはい、なぜかこちらに来たメグを捕らえました。クロエデットが助け出されましたが、今抱えているメグを撃っていきます。でここの板を壊して、メグは助け出されたんで、向かいましょうか。はい、メグを2回目捕らえました。ここに近い服があったので撃っていきます。どこを調べてみましょうか。と、向こうで、このキラーの板を当てられてしまいましたが、あのパークの階で赤く光ってますので分かりやすいですね。
グを捕まえました。このメグはこれで終わりなんじゃないでしょうか。できました。返しておきましょう。はい、そして私の原油が見えますので、では探していきましょう。このオーバーチャージで弾に失敗したのかと思われました。またオーバーチャージをロッカーにはいなかったですね。あそこに私の幻影が見えるので、あの辺りにいると思います。ここで飛びつけました。おっと、ぶつけられてしまいましたが、クローゼットを発見しました。では釣っていきたいと思います。地下がここの小屋の中ですね。残り1個の発電機で、助けに行ったかもしれませんね。ということで向かいたいと思います。はい、クローデットの叫び声が聞こえましたので、地下がちょっと遠いかもしれないので、ここの服に通していきたいと思います。2人処刑して、残りが発電機は2つですね。このオーバーチャージを発動させて、
ちは、動いてませんので、残り2つに絞ったかもしれませんね。ではまずこちらの方は動いてませんということで、もう一個の方が、こちらは全く手をと、地下にいるようですね。ということで地下に行ってみましょう。はい、まず根を捕らえました。そして、しかもすぐそこにあるので時間ついていきましょう。多分そこをつけてると思うので、おっとクローゼットを発見しました。処罰モードで追い詰めていきましょう。はい、まず一撃与えました。はい、追い込んでいきたいと思います。クローデットを捕らえることができました。被告の服が、あそこありますね。はい、クローデットを釣ることもできました。はい、ネオ処刑できました。クローデットなんですが、もう、タイルモードになっているので脱出することは、できません。はい、これで4人全員処刑することができました。久しぶりの、全滅ですね。すぐ近くに脱出口があったようなので、伝わらなかったですね。はい、ポイントが、23,848点。そして私の、パーティーリムのおかげで、ポイントが2倍となります。そして、こちらの、4万8000ポイントですね。今回、トラッパーがプレイステージということで、
2番目にレベルの高かった、ドクターでプレイしてみましたが、いかがだったでしょうか。今回、多分1人には脱出されるかなと思ったんですが、結果終わってみれば4人全員処刑することができました、大変嬉しいです。では、また、動画の方もアップさせていただきたいと思いますので、どうかよろしくお願いします。本日はどうもありがとうございました。うつぼでした。